ソフィア・ティス・エラザス・ケザニアスはギリシャの王族。ゲオルギオス一世の孫娘の一人でギリシャ王女及びデンマーク王女の称号を有した。ゲオルギオス一世の4男アンドレアス王子とその妻アリス・オブ・バッテンバーグの4女第4子としてギリシャのコルフ島で生まれた。母方の祖父はイギリスに帰化したドイツ貴族の初代ミルフォード=ヘイブン公爵ルイス・アレグザンダー・マウントバッテンである。弟のフィリッポスはイギリス女王エリザベス2世と結婚し、エディンバラ公の呼び名で知られる。三人の姉マルガリタ、セオドラ、セシリアと同様、ソフィアもドイツ王公と結婚することになった。1930年12月5日、ヘッセン・カッセル公子クリストフと結婚した。クリストフはフィンランド王に選出されたこともある、ヘッセン・カッセル侯伯家家長、フリードリヒ・カールとその妻で、ドイツ皇帝ヴィルヘルム2世の妹であるマルガレーテの末息子であった。クリストフはまたイギリスのビクトリア女王の妃子であるため、同じくビクトリア女王のやしゃごであるソフィアとは親戚関係にあった。クリストフは1943年にイタリア、ホルリ近郊のアペニン山脈上空で起きた飛行機事故に巻き込まれて死んだ。1946年4月23日、ソフィアはブラウンシュバイク公、エルンスト・アウグスト3世の次男ゲオルク・ヴィルヘルムと再婚した。ゲオルク・ヴィルヘルムは、ハノーファー王子の称号を持ち、また、ドイツ皇帝ヴィルヘルム2世の外孫だった。ソフィアは2001年に、ドイツのミュンヘンで亡くなった。最初の夫クリストフとの間に5人の子女を設けた。2番目の夫、ゲオルク・ヴィルヘルムとの間に3人の子女を設けた。ありがとうございます。